やっぱね、このマウントがね、引っかかってたんだよね、これ。このリアのマウント。これね、コックついてんだけど、こうかな？こうか。こうだね、こう。こういう感じでついてんだけど、ここらがね、当たっちゃうんだよね。ほら、当たった跡がある。この金属当たった跡。これはこっつんこっつん当たってね、落ちないという最悪なパターン。とりあえずね、ネジとかわかんなくならないようにこれにつけときます。じゃあね、いよいよこれを外したいと思います。全部外れて、マウントも外したんで、もうグラグラだから。これでも抜けてこないっていう話なんで、一本だけね、止まってるんで、あそこを外せばね、これで外れます。果たして大丈夫でしょうか。なんだ
持ってないと思って。縛っちゃいます。やっぱね、こういう感じで落っこってこないんだね。落っこりそうで落っこらない。一応ね、外れてんのは外れてんだけど、こっからね、メンバーが邪魔で引っかかってね、落っこってこないんだね。こういう感じで。こっからなら、できっかな、これ。一応、できんのはできっけど、この状態で。こういうふうにね、引っかかっちゃってます。こういう感じで。ここで引っかかってんだね。なんで、クラッチカバー外せば、外れるね。もしくはエンジンマウント外してあるんで、ちょっとね、緩めて傾ければ外れかもわかんないけど、外れねえんだろうね、多分ね。ちょっとね、やってみます。ちょっとね、大変だな、よかな。レオールも三菱だし。あ、三菱が。あの足立になってこれみんな俺スバルだよく水菱なのに20万キロ近く乗れたねこの車さあ寝ちゃうかあれなんだぞミッションがダメになるんだぞこれあれだがオートマだねがいいのかミッションだけだからなおっこんねえなエンジンは置こうかね、わかんないけど。こねんだねーな、運んだ。